どうも、キーチルでけ、今だ、おしゃ、おぼ、フォーチャー。福くん。別の福くんだな。というわけでですね、今回まずはビデオ、雑学シリーズでございます。にゃというわけでですね、世界のいろいろなことに詳しい、ミスター関を呼んでおります。あどうも、よろしくお願いします。あー、先生。はい、じゃあ。やびさつけ、福三郎。先輩がですか。今回の雑学シリーズは、世の中には様々な雑学があるんだけれども、中には知らない方が幸せなこともあるので。というわけでですね、今回その知らなかった方が良かった雑学について触れていきたいと思います。まずは結婚式の新婦はバイトだったのね。日本の結婚式はチャペルで行うキリスト教式のスタイルがほとんどなんだけれども、その際にカトリックであれば新婦、プロテスタントであれば牧師に愛を誓う場面があるんだけれども、その新婦や牧師のほとんどは実はただのアルバイトだったのね。中にはブライダル宣教団という団体を通じて本物の牧師や新婦を派遣するパターンもあるんだけれども、ほとんどの場合はそれっぽい外国人のアルバイトを雇い新婦役を演じてるだけであるのが真相なのね。これタウンワークにあるのはマジじゃねえか。つまり日本の結婚式の新婦や牧師はほとんどがそれっぽい格好をした外国人のバイトのおっさんということになるのね。日本人おじさんじゃダメ。日本人じゃねえか。もう一つはイカの足は正規だったのね。厳密にはオスのイカの10本の足のうち1本か2本が交接腕と呼ばれる部位であって、これが他の動物でいう生殖器ということになるのね。そして交接腕とはオスのイカがメスのイカに精子が入った精胞というものを受け渡すための腕で、陰茎のないイカはこの交接腕を使ってその役割を果たしてるんだよ。じゃあ残りはダミってこと。バツかやるか。そう、この交接腕をメスの体内に入れて受精するということになるのね。じゃあみんなっぽくってるってことになるわけだね。イカつまり素人がイカを調理して生食する場合、知らず知らずのうちにイカの精子を食べてるということになる。口内受精。産むなお前。もう一つはチャウチャウは食用だったのね。中国の犬種であるチャウチャウは食用に改良され食べられていたことがあるのね。もともとは一般家庭では番犬や猟犬として使われていたんだけれども、実は食用として使われるのが一番多かった。食用ちゃうちゃうって思われてる。突っ込むなお前。そして中国には犬の肉を食べる文化が存在しており、犬の肉を食べると体が温まると言われていた。そして食用として育てるとなると太りやすくなってしまうため、後ろ足が棒状に改良され、肉は食用に、骨は漢方、毛皮はコートなどに使われたのよ。便利な犬。世話をしろお前。もう一つは教会でおならをしたら終身刑となる。これは日本ではなくアメリカのミズーリ州セントルイス地区のみの条例なんだけれども、ここでは教会で故意におならをすると条例違反に該当し、最悪の場合終身刑に処されてしまうのね。ブーブークッション死刑だよね。2回死刑だわ。つまり死ぬまで独房で過ごすこととなるのよ。明確に教会でおならをすることを禁止するという条例があるわけではないんだけれども、教会で著しい悪行をすることが禁止されており、この地区ではおならをすることも著しい悪行に該当するらしいよね。臭くなかったろってとかあんの。音でダメだろ。しかし今のところ終身刑になった人物はいないんだけれども、過去に教会でおならをすることは著しい悪行に該当するかという裁判は何度かあったらしい。ほー、セリさんおならもうんこもしないから、これすごいことだからね。アイドルかお前。